い、どうも、ゲニーです。ってことですね、今回なんですけども、はい、視聴者さんからよくいただく質問を答えていこうの動画をやっていきたいと思います。はい、それがですね、パーセント重視がいいのか、タグ重視がいいのか、はい、こちらをですね、今回やっていきたいと思います。もう結論は出てます。はい、そうです。パーセント重視です。パーセントが高くなるようにもちろん組んでいきましょう。その後に、サポートのタグ、はい、こちらゾーン系新世界とかね、まあ青だったら、まあそういう風に組まれてる方多いと思うんですけども、っていうのを気にしながら育成していく方のがいいと思います。ただし最低限のサポートタグは絶対的に気にしてください。それのサポートタグの優先順位をですね、今からお話ししていくんですけども、まあ、ダメな例はこんな形だよね。ディフェンダータグ5タグ、新世界5タグ、グランドライン4タグ、アタッカータグ3タグみたいなね。うん、あとは、めんどくさいからってこうやってお任せにしてしまうとかね。はい、こういうのも、絶対やめた方がいいです。うん、じゃあね、優先的にじゃあ気にしていくのは、まず1個目は、このアタッカータグか、ディフェンダータグ。はい、これの2択。まあ基本的に、攻めるキャラ、ゲッターとかアタッカーとかを使っているのであれば、アタッカータグが基本的につけていく。で、守りのセラフィムとかだったら、ディフェンダータグを、マックスまでつけていくと。はい、なんでそれは絶対的にどっちかにしてください。はい、でこのアタッカータグ、ディフェンダータグを決めることができたのであれば、次気にするのが新世界、グランドライン、あとはですね、まあ最近は使わないんですけども、このイーストブル、はい、こちらになっています。で、まあ今回イーストブルはちょっとね置いといて、んで新世界かグランドライン、次決めていただくと。グランドラインはですね、同属性から受けるダメージを 15% カット、まあセラフィンを使ってるのであればルッチからのダメージをですね 15% もカットすることができると。うん、ただし今新世界をつけることによってシャンクスに、与えるダメージが 15% アップしてくる、はい、っていった形になってきます。なのでこれを、マックス6タグマックスまで持っていきましょうと。うん、っていう感じかな。なんでまずアタッカー、ディフェンダータグ、新世界、グランドラインの2つ、これをですねマックスまで持っていくっていうのは最低限やっていこう。その中で、はい、パーセンテージがですね高くなるように組んでいこうよと、言った形になってきます。はい、じゃあね、次のステップで言うと、アタッカータグ、そして、新世界で今ちょっとマックスで1回組んでみます。はい、一応アタッカーと新世界のタグをフルマックスにして作ってきました。はい、でその後に気にする、じゃあタグはってなってくると、麦わらの一味か、はい、こちらのパラミシアになっていきますね。はい、こちらの超人系能力者、体力が 50% 以下の時にクリティカルで与えるダメージを 20% 増加。まあこのパラミシアに関してで言うと、ゲッター、アタッカー、はい、を使ってる方はこっちを気にして、優先的につけた方がいいです。はい、でじゃあ麦わらの一味はっていう話なんですけども、基本的にはディフェンダーとか、はい、やっぱりクリティカルで受けるダメージを 30% もカットしてくれるので、守ってる方が、ね、1秒でも長く生きていくために、この麦わらの一味つけておいた方がいいと思います。はい、まあ、なんで、アタッカー新世界組めたら、じゃあ次は、俺は攻めキャラだから超人系、はい、こちらパラミシアを、フルマックスまで持っていこうっていう考えになってきますね。うん、はい、じゃあ他のタグ気にしないといけないのかっていう話なんですけども、まあ、気にするのは最悪の世代、うん、まあ、つけれるんだったら、ね、まあ、このゾーン系、はい、ゾーン系をですね、つけていった方がね、もちろんいいと思うんで、はい、なんですけども、まあ、多分ここで悩んでるってことは、きっと多分ゾーン系っていうのをつけれないと思うので、気にするのは最悪の世代になってくると思います。ただし最悪の世代に関しても、うん、今のキャラクター、まあ、例えばシャンクス・ルッチ、に関してで言うと、まあ、セラフィムをね、やっぱり落としていくキャラクターになってくるので、なんですけども、そのセラフィムが吹っ飛ばないので、この最悪の世代を無理くりつけていく必要ってないんですよね。うん、まあ他のキャラクターにはね、もちろん効いてくるんですけども、なんでそこまで重要ではないかな、まあ、攻めるキャラクターに関して言うと。うん、でじゃあ、守っていくセラフィムとかに関して言うと、どうした方がいいのかっていう話なんですけども、この最悪の世代、守ってるセラフィムからしたら6タグマックスまで、つけないと吹っ飛ばしの距離がアップしないんですね。はい、基本的には守ってるキャラなんで、うん、なんで、それは結構ね、難しいものではあるんで、青タグでね最悪の世代フルマックス、つけていこうと思ったら、なんでそこまで気にしなくていいのかなと、
いう感じに思います。なので重要なのはこのアタッカー新世界で、まあ、このパラミシア麦わらの一味、というのを気にしていきましょう。はい、なんでね、それでパーセンテージが今一番自分が高くなるように組んでいけば、いいと思います。もう全然 OK です。はい、なんでぜひともそれ皆さんやってみてください。はい、続いてなんですけども、どれぐらいのパーセントを下げてまでタグをつけた方のがいいのか、まあ、例えばね、セラヒムだったらこのゾーン系をまあつけていきたいってなった場合に、例えばですね、今 173% あったんですけども、じゃあこの 156% まで下げて、ゾーン系を、無理くりつけた方のがいいのか否かなんですけども、これは否です。はい、そうしない方がいいですね。うん、まあ、こんだけさっき 173% あったんですけども、まあ、約 20% 近くやっぱ落としてしまうので、まあ、それだったら、絶対パーセント高い方で使った方がいいです。はい、で 168.8% とかね、まあ、さっきから 5% ぐらい下がった状態だったら、全然タグを優先しながらパーセント高い、状態のこの 168.8% の方がいいと思います。はい、なので俺的目安なんですけども、例えば自分が組みたいアタッカーゾーン系新世界っていうのがあったとしたら、10% も下がってしまうんだったら、もうパーセント重視のサポート編成に組んだ方がいいと思います。はい、まあ、で、まあ、全然その 10% 以下だったら差がね、うん、ゾーン系無理くり組んで 10% 以下ぐらいだったら、俺は全然、アタッカーゾーン系新世界麦わらの一味っていう形で、やっていった方がいいと思います。まあ、なんで、まあ、そこら辺はね、まあまあ 10% はまあもう最低ラインかな。もうだったら、まあ、なんて基本的にはもうパーセント重視で、組んでいけば俺は全然 OK だと思います。はい、なんで、ぜひともね、参考にして、やってみてください。はい、ただしね、気をつけないといけないポイントは何なのかっていうと、ゆくゆく完成させないといけないのは、こういったね、完璧にサポートタグを組んで、完成させたいわけなので、こうやってね、適当に組んで、パーセント重視で組んだキャラクターを、うわー育てるぞー言ってね、めちゃめちゃアホみたいに育てていったら後々後悔するんで、それはぜひとも気をつけてください。はい、なんでね、まあ、ぜひとも皆さんが、早く育成できるように、これからもね、知ってることは皆さんに伝えていきたいと思いますので、よろしくお願いしますと。OKOKOK、いいね。何いらっしゃいぐらいの、いらっしゃいぐらいの感じでね。どんな反応するやろな。万人さ、万人やからね、いつも。いやー、もう敵ガチやもん。怖い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 。これカムサリーシャンクズ、カムサリだけやめろよ。みんな並べ並べ並べ、取って並ぶぞ。並ぼあっち向きな、あっち向き、あっち向き、あっち向き、こっち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 、ここ、はい、横並び、旗の、旗の位置ですね、旗の位置。向こうから来るから、向こうから来るから、向こうから、横に並べ、横に、えぐいて、えぐいて、いらっしゃーい、見たくない、いけるはい、アカウントー
ばいや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 ばああ大丈夫、ネタバタしてっから、ネタバタしてっから、シャンクスについていこう、ちゃんとちゃんとね、ネタバタしてっから、ジャストパニッシュ、あ、触って受けんかい、四皇についていくかいも、任せろ任せろ、大変っから、はい、なんで、ネタバタ発動してへんんだけど、殴られた、あ、殴られた、痛い、ネタバタさして、ネタバタ、ネタバタ、終わった。ちょ、血肉、取られてもうた。血肉取られてもうたぞ。あって、腹痛え、マジでこれ。やっちまった。これシャンクスの人優しかったね。ちょっとシャンクス優しかったね。シャンクスとすらか。シャンクスすら優しかったわ。